お願いします。どうもです。どうもです。よろしくお願いいたします。お二方の説はい、全然まだまだ子供村上です。よろしくお願いします。トイザラス大好き大好き芸人野田クリスタルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 M1 キングオブコントなど数々の最終審査の場を経験してきたマジカルラブリーのお二人、一言ずつ応援メッセージをお願いできますでしょうか。お願いします。はい、まあ、緊張はしてると思うんですけど、緊張しない方がやばいので、なんていうんですかね、緊張しないとやっぱりこうなんていうんですかね、もう出てこなかったり、その気を抜きすぎてると良くないことが起きますので、緊張した方がいいんです。なので今緊張してるという自分を、ぜひね楽しみながら思い切ってやってもらえればいいなと思います。この直前で言われてもあれですけども、うまく説明できなくても大丈夫です。この4人はみんなちゃんと大人ですので、何を説明しようとしているのか、どう説明したいのか、何を伝えたいのか、1の言葉で10を読み取れる4人だと思いますので、もう本当に雑で大丈夫です。ただ熱量さえあれば大丈夫です。はい、お願いします。私が考えたドリームおもちゃは宇宙ゴーグルです。私はすぐ会えるメガネを考えました。これから私が考えたミッションメガネを紹介します。お米制ゲームおにぎりちゃんのお邪魔します。思い出をもう一度考えたピスタチオくんです。私が考えた夢のおもちゃはアニマルドローンです。このスゴロクのすごいところを3つ説明します。今から僕が考えた目覚まし恐竜を紹介します。今から紙のリサイクルサランの発表をします。こんにちは、ハルです。僕が考えたおもちゃは母ちゃん怒りバロメーター測定器です。このおもちゃの遊び方はなんとお母さんの頭にはめるだけ。はめるだけでお母さんが今どのくらい怒っているか、どのくらい近づいていいかがわかります。またある一定レベルの怒りを超えると投入口から入れたアロマやハーブの香りがしたり、クラシック音楽が流れてリラックス効果でお母さんの怒りを鎮めます。それだけでなくスマホと連動しているので遠くからでもお母さんの様子がわかります。このおもちゃのデザインはお母さんの爆発を噴火に見立てて火山にしました。紐の長さが調節できるのでお母さんだけでなくいろんな人に使えます。このおもちゃを考えた理由は、僕は今お母さんがどれくらい怒っているかわからずに急に怒られて困るからです。このおもちゃでたくさんの子供たちが平和に暮らすことを願います。以上で僕が考えたおもちゃ母ちゃん怒りバロメーター測定器の発表を終わります。はい、ありがとうございます。多分皆さんこれちっちゃい時に欲しかったなって思っていると思います。これより審査に移りますが、野田さんにコメントを伺いたいんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、天才でしたね。そうですね、全員がびっくりしました。まあ、なんか二通りに分かれたなっていうのがあって、もう妄想だけでプレゼンしてる人と、うん、はいはい、もう商品化を目安として見てる人の二通りあって、それがめちゃめちゃ面白かったですし、なんかもう一個加えたらもうめちゃめちゃ面白くなるなとかいうのもあったりして、難しいですね。難しいですね。それ込みで考えるか、はいはい、現時点のプレゼンで考えるかがちょっと悩んでしまいましたね。ちょっとどこを審査基準にするかっていうところが難しいですね。そうですね。でも、うん、天才だらけだし、あと、はい、今日来て癒されました。癒されましたね、うん、もう目尻がもう下がりっぱなしでも大変です、私も、はい、うん、寝ちゃいそうです、ね、幸せな気分です今。そうですね、はい、幸せな気分になりました。ありがとうございます本当に。はい、ありがとうございます。グランプリは
母ちゃん怒りバロメーター測定器はるさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごく喜んでいますね。今手ができましたけれども、母ちゃんさんでしょうかね。誰かの手と、はい、おめでとうございます。はるさんおめでとうございます。それではここで見事グランプリに輝きましたはるさんからコメントをお聞きしたいと思います。はるさん、ミュートを解除してお話しください。商品ですが、なんと総額30万円分の好きなおもちゃがトイザラスで買えるトイザラスドリームパスポートですが、欲しいおもちゃ決まってますか？はい、決まってます。もう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ母ちゃんさんにも何か貸してあげてください。はい、お父さんがプラモデルを欲しいって言ってるんで。あ、素晴らしいですね。もう家族皆さんでおもちゃが好きなんですね。おめでとうございました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、そうですね、目覚まし恐竜っていうのはやっぱりこう一番おもちゃらしいなっていう、ところですごい評価させていただきました。で、まあ、起こしてもらうっていうところでこう終わらずに、ちゃんとこうなんていうんですかね、なんかこうプライズがあるというか、はい、頑張って起きれば何かがあるっていうところも良かったですし、うん、最終的に育ててもらえるっていうのがこれ嬉しいです、ね、どういうことなんだろうっていうのがすごい、この大人の僕たちには理解できない、やっぱり子供ならではの発想だなと思って、それがすごく良かったですね。あと母ちゃん怒りバロメータ測定器は本当にやっぱり子供としてやっぱり欲しいものだろうなっていうところと、うん、やっぱりそのなんていうんですかね、まあ、母ちゃんマジで切れるときは取るけどねとは思うんですけどそうです、ね、投げつけたりはすると思うんですけど、やっぱりそこがこうやっぱりそこは考えなくていいんですよ。要はそのおもちゃ、素敵なおもちゃを考えてくださいっていうだけなんで、そこの自由な発想力で、素晴らしいなと思いましたので、選ばせていただきました。はい、そうですね、恐竜も素晴らしいですね。やっぱ目覚ましと恐竜って確かに相性いいかもなっていうのを改めて思ったし、あと、まあ、母ちゃん怒りバロメーターはきっとその最終的にはその子供に対してじゃなく旦那さんに対して使うことになるんだろうなっていうのはいろいろな使用用途が、はい、でもそれ以外にでもですね、僕がすごい好きだったおにぎりのやつですね、うん、あれはすぐに商品化しそうですね。携帯ゲームとして、ね、はい、ありがとうございます。はい、すぐあのおにぎりの形状の携帯ゲームがあったら、うん、すごくいいような気がしてて、で、ね、で今こう、いろいろ GPS 使っていろいろ歩いていろんなものを見つけていくっていうゲームは今流行ってるんで、それがおにぎりバージョンだとしたら絵が見えるなと思いました。確かに日本全国で回るっていうふうに、ね、はい、おっしゃってましたし、ね、もらったらどうですか。はい、もらっていいですか、これ野田ゲーとしてね、野田ゲーにいかがですか、一緒に開発したいですね。どうですかなちゃんさん、どうでしょうか。丸だったら丸さん、まあ、丸が出てる、丸いただきましたので、おにぎり GO という名前でやってもいいですかね。ちゃんとアイデア料とかね、お金はちゃんと要求した方がいいよ、はい、うん、そうですね、そこはお母さん、ね、あ、また写真が出てまいりましたけれども、ね、なんで僕がいなくなっちゃったの大好きって折半で、そうですね、折半でお願いしますね。村上さんちょっといなくなっ、はい、よかったです。またお二方の写真が出てまいりました、はい、ありがとうございます。僕らもさっきね、その一番、なんて言うんでしたっけ、その夢のおもちゃ考えてくださいって言われて考えたんですけど、やっぱりその今の小学校の小学生の皆さんのプレゼン見てると、ああもうやっぱり固まっちゃってんだなっていう、そこがすごい悲しかったですね。やっぱりその自由に発想、どっちかって言ったらしてる側の職業だと思うんですけど、それでもやっぱり子どもたちのあの自由な発想力っていうのはもう失われてるんだなっていうのを感じて、ちょっとやっぱり切なくなりましたね。はい、はい、そのぐらいすごかったですね、うん、そのやっぱ時代が変わってきてるというのは、うん、やっぱり僕もやっぱちっちゃい頃なんかこんなおもちゃあればいいなとかいろいろ考えてましたけど、うん、その中にやっぱデジタルの発想がなかったと思うんですよね、うん、でももう今出てきたもののほとんど8割9割はもうデジタルを使ったものだったんで、あ、時代が変わってきてるなとつくづく思いました、うんうん、ありがとうございます。では次の質問です。
実はマジカルラブリーの2人も今回特別にこんなおもちゃがあったらいいなというおもちゃのアイデアをそれぞれ持って、恥ずかしいんですよ、あの天才キッズたちの後に出すのは。じゃあ、 あのショーレース審査員僕ら全員終わった後ショーレース漫才やるかっていう、うん、審査員漫才やるかって何を今まで、ね、プレッシャーがあるかもしれませんけれども、本当に勘弁してもらいたいですね、こういうことはね。はい、皆さん楽しみにしております。ただでも本気で考えました。はい、それではまず村上さんご準備よろしいでしょうか。はい、ちょっと喋っていいってことですよね、はい、もちろんです、はいはい、パネルを表にしていただいてアイデアをご発表ください。どうぞ。喋らないとやってられないっていうね。見えますかねこれ皆さん。はい、見えますでしょうか皆さん。はい、バトルというふうに文字が見えますけれども、僕が考えてきたのは大人、おい大人のおじさん、はい、おじさん勘弁してくれ。普通にやっていいってことですか。普通にやって大丈夫です。ですね、これちょっとあの僕もあんまりありとあらゆるおもちゃを知ってるわけじゃないので、はい、もしもう会ってしまう可能性もある、そのぐらいガチのやつを考えたんですけど、自分の、本当に飼ってるワンちゃん猫ちゃん鳥ちゃんネズミちゃん何でもいいんですけど、それを、スキャンしまして、はい、自分の、モンスターというか自分のこの相棒として育てて、それを戦わすことができる。あるんですかこれは。まあ、スキャンしてゲーム内に取り込むってのあるけども、まあ、僕らの世代でいうと、まあ、モンスターファームとかね、はい、その大好きなゲームがあったんですけど、はい、それを自分の飼ってるペットでできる、ゆえにこう愛着がすごい湧いたりとか、うん、ちゃんと育てたりとか、できると、うん、これが男の子バージョンで、女の子だったら、リズムゲームみたいな感じでその自分のペットを踊ったりとか刺すことができるみたいな、を考えました。いや、素晴らしいと思います。なんか欲しいなと思いました。これは僕は本当にあったら僕売れると思うんですよ、うん、いや売れると思います。いかがですかトイザラスの皆さん。トイザラスの皆さん、はい、トイザラスの皆さん、トイザラスの皆さんどうでしょうか。はい、まあ、ゲームを作る観点から言うと、はい、できないですか。何までをペットとするかっていうことになってきますね。なかなか詳細を詰めてまいりましたね、はいはい、相手にそれの画像が送られるわけですから、うん、はい、相手にその画像が送られる、はい、要はゲーム内にそのいろんなものが送られてくる可能性が出てくるというので却下です。ちょっとよくわかんないです言ってることが。いろんなものが送られてくる、はい、だそれがペットとして認識しなくちゃいけないってことですよね。ああ、うんうん、いやなんかこう犬猫なんかそう取って、はい、できないんですかその技術は。今ないんですか。だからめっちゃキモい雲とかも出てきますから。はい、ペットとして、なるほどね、はい、ちょっと特殊な虫だったり、ちょっと苦手な方がいるようなものもペットしてもいいかなっていうところです。ブリーフ着てで、あの鎖つけられた おじさんとかも出てきますから、うん、なかなかそれはハードで、はい、それをペットとする可能性もあります。なるほどね、それはゲーム内にどっかで判断してくれそうですね。そこはちょっと判断がそれが難しいラインを決めて肌色が多いとかでいきましょう。はい、素晴らしい。でも本当に面白いゲームだと思います。虫実際にそうやって本当にパッてやって、はい、パッて取り込むゲームめっちゃ増えてるんで、そういうゲームもあってますよね。それも、ね、育てたいですよ、はいはい、素晴らしいですね。ありがとうございます。では続いて野田さんお願いします。はい、僕が考えたのはこれです。見えますかね。はい、目には見えてはいるんですけれども、今理解をしようとしてます。お願いします。はい、最近流行ってるゲームがありまして、あのプニリンズですか。であの指入れてプニプニするゲームがあるんですよ。プニルンズだったかな、うん、プニルンズっていうゲームがありまして、まあ、指入れるとあの画面内にそのプニプニした生き物がいて、で指を入れると実際にプニプニした感触を味わえるんですよ。でプニプニすることに、はいはい、その実際の画面内のキャラクターもそのプニプニに反応するんですね。うん、で連動してるんですよ。実際指を入れて、うん、まるでこのキャラクターを触ってるかのような感触を、あ、じゃあ触覚でも楽しめる、味わえるし、まあ、まるでそこにいるんじゃないかっていうのゲームが流行ってるんですね。でこれはそれのヤバいバージョン。ヤバいバージョンを作って、はい、あのこれ実物の、これ実際の人間ですね、ここにいるのが。はい、はい、まあ、大きさは大体5メーターぐらい、ヤバルンズっていうんですけども、これ入って実際にこのヤバいやつが真ん中にいるんですけども、ヤバいやついますね、はい、はい、これと直接出会うことができるっていうゲームですね、はい、5メートルぐらいある、まあ、およそ5メーターぐらいこのゲーム自体ありますかね。
で中のやつもだいたい2メーター50ぐらいはあるのかな。おいくらぐらいなんですかこれは、作るとして、まあ、1億5000万円で作れる欲しくないその値段では。でもその刺激を求めてる人もいると思うんですよ。プニ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 してってもっとそういうゲームが増えていくと思うんです、うん、今後流行ったんで、はい、プニプニしてみたり硬かったりとか逆に、うん、逆にすごい匂いとかもどんどん出てくる、うん、その100年後のゲームですね。最終的にはもう自分の体ごと入っちゃうっていうゲームですね。なるほど。もう五感で楽しめるゲームが今後増えていくっていう感じですかね。そうですね。触感とデジタルその先駆けっていうことですね、はい、触感とデジタルは今後絶対コラボしてくるんで。あ、そうですね。面白いと思います、はい、それの最終形態はもう自分が入っちゃうっていうゲームですね自ら入っていくということですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、R1 や M1 で優勝、キングオブコントでも決勝進出、お笑いのネタを考えられたり、小学生が憧れる職業のゲームクリエイターとしてもゲームの方をリリースされていらっしゃいますが、はい、いろんな分野で想像力を発揮されて大活躍中ですが、想像力の育み方、クリエイターになるのに大切なこと何かあれば教えてください。そうですね、でもやっぱ一番大事なのは熱量だと思いますんで、とにかく熱意が大事です。その知識不足だの、そんなん実現できるかいなどと大人たちにたくさん言われると思うんですけども、はい、それは本当にバイキンだと思って接してください、はい、そんなこと言ってくるやつら。そうですね、はい、実現できるかどうかなんてそいつには分からないと思うので、はい、まずはもう熱意で妄想して、はいはい、こんなゲームあったらいいな、こんなおもちゃあったらいいなって妄想を止めないでほしいですね。はい、わかりました。マジカルラブリーさんに、学校で滑った時ってどうすればいいんですか？いやちょっとそうですね、僕は学校で滑ったことは一回もなかったもので、ちょっとそのケースがちょっと想像しづらいんですけども、まあ滑って黙ってへこんじゃうともう終わりなので、まあおーいって言うですね滑った後におーいってちゃんと言えるかです。立ち向かっていけるかということですね、はい、その、はい、なんだこの空気って言えるかどうかなんで、はい、そこは勇気を持って、まあ、ツッコミですね、はい、勇気を持ってツッコんだら、それで笑いに変わったりしますので。なるほど。ぜひ友達に教えてまいります。滑る友達がいるってことだね、うん、おーいでいいから、うん、まずはちっちゃい時の話をね、人にするときはね、受けた時の話よりも滑った時の話の方が盛り上がるから。確かにそうですね、どんどんそういうの蓄積してってほしいですね、うん、どん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 滑っていった方がいい、それは未来の自分が受けてると思った方がいいです、はい、今日、まあ、10人のクリエイターの、ね、小学生の方がいろいろ出てきましたが、やっぱり審査の方は大変だったでしょうか？そうですね、やっぱりどこの基準でというのがやっぱりありまして、本当にもう何ていうんですかね、もう僕らもうなんか大人になっちゃってて、作れるのかとか、これ本当におもちゃとして世に出せるもんなのかなとか、そのなんか邪念みたいなのが入ってきちゃって、なんとかそこを抑えて、もう子供ならではのこの自由な発想をちゃんと評価しようっていうので、意識はしたつもりですね、はい、難しかったです。でもそうですね、そのどう判断するかでこう潰してしまいますので、その子の努力などをね、うん、それが心苦しかったですし、本当に実現に向けて考えてた子を今回選ばれなかったですけども、そっちも大事なんで、絶対にそっちを今から学んでるっていう努力も必要なんで、今回グランプリに選ばれなかったけども、いや合ってるよって言いたいですね、はい。まあ、そんな中でグランプリに選ばれた怒りバロメーター測定器ですけども、はい、あれ例えばご自身のなんか周りの方とか、例えばこんな先輩につけてみたいみたいなことってございますか？そうですね、難しいですね。もう M1 チャンピオンになって怒られることがほとんどないんですよ。だからなかなかねつけようって思う人もいないぐらいなんですけども、まあ、強いて言うなら、下の階
ボロ屋がボロ屋に住んでまして、その下に住んでる大家さんとか、今だったら騒いでいいとか、そういったことを測れたらいいかなと思いますね。なんか新しい競技ができそうだなと思いますね。なんかそのラップバトルとかでお互い付き合って、そのバロメーター上がったらそれも評価になるとか、どんだけ怒らないかっていうのが面白いゲームになりそうな気がします。今日はドリームおもちゃクリエイターとして、まあ、小学生の方、審査されて、グランプリを表彰していましたけれども、例えばマジカルラブリーのお二人が最近、例えばこんな人にこんなグランプリをあげてみたいとか、こんな表彰をしてみたいみたいな方っていらっしゃいますか？ですね、最近、食べたもので、本当に今までの人生の中でちょっと一番おいしいんじゃないかっていうものがありまして、カチョカバロって分かりますか？カチョカバロチーズ、あれを僕知らなくて、この36歳になるまで、あれをこの間初めて食べて本当にすごくて、もう2キロ食べたんですよ。注文して花畑牧場の1キロのやつを食べて、それ全部なくなって、もう1回頼んで、もうそれも全部なくなってるんですよ。だからカチョカバロチーズを作った人、すごいと思います。グランプリです。はい、そうですね、最近キングオブコントがありましたんで、やっぱりそのチャンピオン以外にもグランプリあげたいなと思ってるのはやっぱザ・マミーですかね。あんだけ吉本いる中で、吉本の芸人、およそ6組を7組かぶち倒してますんで、吉本倒したで賞をあげたいですね。はい、先ほどオリジナルのおもちゃを考えていただいたというのを発表ありましたけども、まあ、ちょっとお時間がない中で考えていただいたということでしたが、言い訳です。例えばゲームクリエイターとしてもご活躍されている野田さんなんかは、はい、まあ、あれ以外に最近ちょっとこんな面白いゲームを思いついたとか、ちょっと名誉挽回というか。名誉挽回ですね。ひどかったですもんね、あれね。本当に見てられなかったですから。まあ、思いついた、それはまあ来年のちょっとゲームにも全部出てくるとは思うんですけども、ちょっと野田ゲーワールドっていうのが来年出るんですけども、それにいろいろ入れたいなと思ってるのと、まあその、まあ、村上が言ったそのバーコードバトラーとか、まあ、モンスターファームとか、なんかああいうのって昔からずっとワクワクさせるゲームだったんで、なんでそのランダムっていうか、なんか日常にあるものでなんかゲームに関わってくるものがあればいいなとは思ってたんで、なんか人の講習とかで強さが変わるゲームが出てきたらいいなとか思いますね。はい、オフィシャルから以上になります。ありがとうございます。はい、ではその他メディアの皆様、ご質問ある方挙手ください。スタッフがお持ちいたします。すみません、先ほどキングオブコントの話題出ましたけれども、はい、まあ、野田さんとしては今回宣言していた三冠を逃したわけですが、はい、しばらく時間が経って今どのようにこう受け止めて次なる目標を定めてますか？そうですね、やっぱ歴代の中でも相当そのレベルが高かったって周りが言ってくれて、まあ、それの中に混ざってたことがまず嬉しいは嬉しいですね。でもまあ、僕は、あのメンバー出場者の中で一番先輩だったんで、一番芸歴が長かったんで、なんかこう、悔しいですね。今もずっと来年まで悔しいと思いますね。だからもうこの悔しさをなくすにはもうまた来年出てバチボコを分からせないとダメですね。うん、バチボコを分からせます。ありがとうございました。すいません、わざわざ皆さん、すいません、ありがとうございます。